はい、今週の間口です。さあ、今日のところに進んでいきましょう。今日は介護支援サービスのですね、この基本的理念であるとか、意義であるとか、そういった少し抽象的なお話となります。しかし、抽象的なお話ですと少しわかりにくいと思いますので、いくつかポイントを、具体的にまとめていきたいなというふうに思っています。さあ、まず最初なんですが、主体性尊重ということで、これはまあ次に書いてあります、利用者本位であるとか、利用者主体であるとか、まあこれは介護保険法のですね、大きな元の、お話になってくるわけなんですけれども、この主体性というのは誰にあるのかというのはお話なんですね。当然、利用者さんに主体性がある。まあプラスですね、利用者さんの家族ですね、そちらに主体を置かないといけない。ですから、しっかりと話を聞く。まあ、それが介護支援サービスを行う中で、非常に重要なことであるということになりますよね。さあ、続きまして、家族支援。これは先ほどもお話をしました。介護支援サービスの中にはですね、家族支援のサービスというのも含まれています。例えば、通所介護、デイサービスであるとか、短期入所生活介護、療養介護という、まあ、ショートステイですね。これに関しては、いわゆるレスパイトという役割、こういったものを占めています。ですから、まあ、通常は、家族さんが利用者さんの介護をしている中でもですね、そういった途中で休憩をするだとかね、リフレッシュをしてもらう。まあ、そういった意味でも、介護支援サービスというのは、そういった視点を持たないといけないということになっていますので、利用者さんのお話も、そうですし、家族さんのお話もしっかりと聞くと。いうことが大切になってくるというわけなんですね。さあ、最後に、対等な立場というふうに書いてあります。まあ、当然これは上下関係を作らずにですね、対等な立場を持って介護支援サービスを、進めていくということなんですね。上下関係は当然持つことは、必要ありませんし、まあ、介護支援専門員がですね、利用者さんの上に立つということは、あってはならないことだと思います。ですから、利用者さんの意見、家族さんの意見をしっかりと聞いて、介護支援専門員は、それに基づいて、公平、中立な立場ですね、を取っていかないと、うまく介護支援サービスというのは進んでいかないですよ、というようなお話、ということになります。細かくはテキストをしっかりと読んでおいてくださいね。はい、それでは最後に、サービス調整の視点について、見ていきたいと思います。少し角度を変えて、見ていくということになりますね。さあ、まずですね、最初に一箇所で、ということで、これは、どういうことかと言いますとですね、介護支援サービスを、使っていくとですね、まあ、ケアマネージメントですから、ケアマネージャーさんが、すべてプランを立ててくれます。で、例えば訪問介護を使いたい、通所介護を使いたい、今まででしたら、まあ、措置の制度ですね、その時でしたらそれぞれに言いに行かないといけなかったものがですね、これはですね、ケアマネージャーさんが、まあ、調整をしてくれると、いうことで、一箇所でことが済んでしまうと、いうことです。で、二つ目なんですが、チームアプローチ。まあ、これはですね、ケアマネージャーさんというのは、それぞれのサービスのまとめ役。まあ、前回も言いましたが、サービス担当者会議等ですね、その利用者さんの目標であるとかですね、そういったものを医療、福祉、そういった専門職が、みんな集まってですね、お話をする。そして、一人の利用者さんを支えていく。ということが、この介護支援サービスでは可能となります。さあ、そして三つ目、社会資源と書いてますね。社会資源は、インフォーマルサポートと、フォーマルサービス。この二つに分かれます。先ほど申し上げた訪問介護であるとか通所介護。これは、フォーマルサービスの方に入ってきますね。インフォーマルサポートというのは、例えば家族さんであるとかボランティアさん。そういったものですね。この、介護支援サービスの、計画を立てるにあたっては、このインフォーマルサポートの部分もしっかりと活用していかないということになっていますので、これも改めてインフォーマルとフォーマル、違いをですね、覚えていただきたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。